ダメです、ダメですよ、絶対にこの先へは行かせません。約束したんですよ、誰も通さないって。そうすれば彼女が戻ってくるって。そんな顔しないでください。分かってます、分かってますよ、僕がいいように使われてることも、彼女がもう戻ってこないことも。でもだったら、だからどうしたんです。彼女がいないのなら意味はない。僕だってどうなってもいい。ウルク。いや、そんなはずはない。彼女は死んだんだ、いるはずないだろう。そうだろうって踊る。彼女はもういない、戻ってこない、そんなの僕が一番わかってる。あれは幻だ、そうだ幻だ。わざわざ彼女の姿をしてまで苦労しやがって。消えろ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 。動かないで。大丈夫、私に任せて。誰だ、お前は誰だ。彼女のふりをして、もういない、彼女とバカにしやがって、バカにしやがって。これが戦いの痛み。何よこれ、めちゃくちゃ痛いじゃない。なのに私はずっとそんな場所にあなたを無責任に送り出してたんだね。何なんだ、何なんだよ。今さら彼女の姿なんて見たくないんだよ僕は。こんなになっちゃった僕の姿を見られたくないんだよ僕は。誰だ、誰だよこんなこと、こんなひどいこと、誰が。僕は約束したんだ、彼女の代わりに、彼女のために戦う。彼女はもういない、いないけど、彼女に無理をさせないために約束だけは守るんだ。それとも
ただいまかな。お帰りなさい。かも。君は、僕は、その怪我は。うるさい。細かいことを考えるな。ウルク、ウルク、ごめん、ごめんなさい。僕は君になんてことを。いいのテオ、これはいいの。私が知らなかったあなたの痛み、ようやく分かった。ごめんなさいテオドール、あなたはずっとこの痛みに一人で耐えていたんだね。もう休んでいいよ。ちょっとぐらいサボろう。そうしないとアリに合わないよ。ウルク、僕は、僕は。昔っからそう、誰にも何も言わないから限界まで勝手に突っ走っちゃって。ほんと変わらないわね。私が見ててあげないとダメなんだから。ちょっとウルク、勝手に先に進むとか死にたいの？あんた何やってんのよ。ごめんなさいサラ、私もちょっともう限界。起きたらいくらでも二人一緒に怒られるから、今はちょっと休ませて。ちょっと無茶しすぎよ。この子たちは私に任せて。それよりこの中枢へつながる扉をどうやって突破するかよ。正真正銘最後の扉だから、生半可なやり方じゃ開かないわよ。力技じゃまず無理。誰かを入れるというのがそもそも例外な場所なんだから。あなたシオンの演者でしょ。開け方とか聞いてないの？演者とか急に言われても私には何も。あなたと、そしてまとい私の選んだ人。シオンさん、この奥にいるんでしょ。ここを開けて。そこより奥は中枢、私の内、技尻尾の甲、鍵を持つ演者のみが導かれる。奥へ至る鍵を紡いで、それはそこの意志は私が持つべきもの。誰もが探し求め、あなたが掴み取り、修正を埋め、しかして失われたはずの彼女が持つべきもの。全てはこの時、ここで彼女の手に呼び戻すために導かれた。それは来たる伯爵、来たる伯爵、クラリッサ。行こう。シオンさんが私たちを呼んでるんだ。あなた、それにシオンの演者、私たちの仕込みはここまで。ここから先は正真正銘予想不可能のぶっつけ本番よ。
だから、頑張ってきなさい。はい。